ラッセル・バティスト・ジュニアはニューオーリンズを拠点に活動するドラマーである。ミュージシャンの一家に生まれたバティストは4歳の時にドラムスを始めた。彼はまたキーボード、サックス、ギター、ベースなども覚え、7歳の時には家族のバンドでプレイするようになっていた。バティストは大学を2年で中退し、シャーメイン、ネビルのバンドに参加した。 1989年には、再結成版ザ・ミーターズであるザ・ファンキー・ミーターズに加入、2015年頃までメンバーとして活動を続けた。また、このバンドから派生したユニット・ポーター・バティスト・ストルツでも活動した。ソロアーティストとしては、自身のバンド・オーケストラ・ダ・フッドを率いて活動し、2枚のアルバムを発表している。彼はまた、 オルガンプレイヤーのジョー・クラウンとギタリストのウォルター、ウルフマン・ワシントンとのトリオとしても活動をしていた。このユニット名義で2008年、ライブ CD ライブアット・ザ・メープル・リーフをはじめ3枚のアルバムをリリースしている。バティストの共演したミュージシャンとバンドには、パパ・グローズ・ファンク、ハリー・コニック・ジュニア、チャンピオン、ジャック・デュプリー、ロビー・ロバートソン、メーシオ・パーカー等がいる。 ありがとうございます。